毎度本田圭太撮影事務所の本田圭太です。皆さんここどこかわかる？ここどこかわかりますか？あの漫画でおなじみですね。そうイニシャル D のね、アキナさんまあここは春菜山ですけども、ちょっとね本編とは名前が違いますけど、このスタート地点です。今日はね結婚式の前撮りのね、新しいプランをね、これから作るんですけれども、ちょっとねこの春の山を使ってなんとか前撮りができないかなと思いまして、今日はね、ちょっとロケ班に来ました。撮影しているのが今日、1月になるんですけれども、ちょっと冬のロケーションで、和装、そうですね、色打ち掛けとか、白むくとかでね、ちょっとこういった、撮影ができないかなと思いまして、ちょっと来てみました。ちょっとね、ロケ班で、まあ、ちょっとドローン飛ばしたりとかして、風景ね、見ながら、この辺がいいかなとかっていうのをね、ちょっと今日は見に来た感じになります。またねちょっ と、ヘアメイクさんとかそうチームでねちょっと動くので、ね、その約束はもうできているので、チームとしてはねバッチリ組めてるんですけども、ちょっとね、ロケ班という形でどんな写真になるかなと思って、真冬のちょっと春菜山にちょっと来てみました。じゃあじゃじゃーんとねこんな感じでですね、このイニシャル D の聖地で、結婚式のね前撮りしたい方いらっしゃるかなと思ってたので、ちょっとね、いろんなねプラン考えてみましたので、ね、またその、詳細とかもねちょっと今後、このチャンネルとか、あとはまあ、ツイッターとかねインスタグラムとかでもねちょっと投稿していこうかなと思っておりますので、ぜひね要チェックや。いやここいいな、ほんとテンション上がるな、こんな感じですよ。今ね全然誰もいないですね。そうそう、今日はこのフィット RS ちゃんで来てみましたよ。フィット RS ちゃんでじゃあねちょっと映像の方お楽しみください。では行ってきます。
はい、てな形でいかがだったでしょうか。ちょっとね、エンディングを取り忘れてしまいましたので、ちょっとね、こういった形でちょっと音声のみとさせていただきます。ちょっとね、気づいたらダウンラジオっぽくなってますけれども、結論から言うとね、やっぱね、雪化粧というか、そういった感じでちょっと風景と、そう、和装のちょっとコラボを撮りたいなと思って行ったんですけど、ちょっとね、やっぱね、榛名山今雪があんまりないですね。てか、そもそもあんまり榛名山って雪積もんないんかなって思ったりで、そう、イメージ的には、そう、白むくとか色打ち掛けとか、そう、着ていただいて、まあ、その雪化粧と、その、なんだろうな、着物の柄がこうくっきり出たりとか、例えば赤い番傘とか持っても絵になるかなと思ったんで、ちょっとね、雪化粧となんかロケをなんかコラボできないかなと思って、なんか冬のこう、なんだろうな、前撮りっていう感じで、そう、こういったプランが作れないかなと思ったんですけど、ちょっとね、榛名はちょっと雪が足りなかったっていうのが、今回ね、分かったことになります。またね、ちょっと赤城山とか、その辺行ったらね、また雪化粧で撮れるんかなとは思ったので、まあ、ちょっとね、榛名は榛名で、まあ、以前ちょっとインスタグラムとかでもちょっとアップしてますけれども、ちょっと榛名で、こういったね、結婚式の前撮りも撮らせていただいてですね、非常にちょっと好評いただいておりまして、まあね、撮りたいっていう方がね、ちょっといらっしゃれば、ちょっとね、撮影プランの方を作ってやった方がいいかなと思ったので、まあ、今回ね、ちょっとロケ班という形なんですけども、ちょっと行ってきました。で、ちょっと冒頭にもね、お話しさせてもらったんですけども、ちょっとメイクさんともね、こちらでチームで、動けるようになったので、まあ、僕ね、フォトグラファーの本田圭太と、まあ、メイクさんの方と、ちょっとね、チームでやりたいなと思っております。で、まあ、衣装も、こちらね、メイクさんお持ちということで、紋服と、あと、打ち掛けかな、あと白むくとかもあるので、そういったね、衣装もついてきて、で、着付けもできて、メイク、お顔のメイク、あと髪型っていったところで、で、僕たち2人で、まあ、全部ができちゃうので、そういったところでね、ちょっとパッケージにできないかなと思ったので、まあ、今回ね、ちょっと実際に動いてみました。で、こういったね、プランの表とかも今後ちょっと作っていく感じになりますので、よかったら、まあね、こちらの僕の YouTube チャンネルの方でも告知していきますし、まあ、Instagram とか Twitter とかが割と早いかな、そういったところで、ちょっとね、情報発信の方どんどんしていきたいなと思っております。あとね、引き続きね、ちょっと本田圭太撮影事務所をね、いろんなことに、チャレンジしていきたいなと思っておりますので、ぜひともね、まあ、たびたびちょっと言っておりますけども、ちょっとね、開業したてということで、ぜひともね、応援いただければすごい嬉しいかなと思っております。またね、ちょっと、このプロジェクトですね、まあ、前撮りのことなんですけども、こんなロケーションいいんじゃないかとかね、ぜひね、おすすめとかあれば、ぜひ、コメント欄ですね、概要欄、コメント欄、いただければ、ちょっとね、参考させていただきたいなと思いますので、ぜひともね、ちょっと群馬、栃木、埼玉あたりで、いい感じのちょっと山ですね。まあ、榛名とか、赤城とかは山と、湖とかと撮れるので、すごいね、ウェディング撮るにはね、まあ、持ってこいの場所かなと思っております。で、あとちょっとごめんなさい、ちょっと、エンディング、終わろうかと思ったんですけど、そう、で、伊香保で、以前ちょっと撮らせてもらった時に、そう、伊香保温泉の、ちょっとね、客室といいますか、宿をちょっと借りてですね、その一室を借りて着付けをさせてもらったんですよ。なのでこの榛名山、のふもとで着付けをして、まあ、榛名に行くっていう、ね、流れにしたので、そう、そこのね、そう、宿の方とかともすごいね、優しくしていただいたので、そう、宿そう、お部屋を貸し切ってじゃないか、お部屋を借りてですね、そこで、ヘアメイクをしてですね、で、まあ、写真も、もしよければメイクシーンとかの撮影とかもできるので、そういった流れでね、撮影の方、させていただきますね。で、まあ、伊香保温泉もあるので、そう、撮影後は、温泉とかね、よかったら、使っていただいたりとかもできるので、そう、僕もね、そう、伊香保温泉入りたいなとかと思ってるんですけど、ごめんなさい、これ完全に余談ですね。そう、なので、お客様ね、よかったら、撮影後とかに、伊香保温泉に、ゆっくりね、使って、もしよければ、宿泊とかもできるんで、そういったね、ちょっとゆったりした、結婚式の前撮りとかもいかがでしょうかというところで、今回ね、動画は以上にしたいなと思います。
はい、ではね、こちらの、榛名山ですね、写真映えするのは本当にもう間違いがないんですけれども、今回ちょっと冬のロケーションで撮るのはどうかなと思って、まあ雪化粧とって言ったところではあったんですけども、ちょっとねやっぱり雪が足りないかなって言ったところが あって、まあ写真映えはちょっと冬場はまあどうしてもちょっとね冬場の榛名で撮りたいっていうご希望があれば、あのもちろん撮らせていただきたいなと思うんですけれども、ちょっとねまあ撮影プランにするにはやっぱり春夏秋かな、まあ春のまあ新緑であったりとか、まあ夏のね太陽のちょ、いい感じの太陽と、あとはまあ秋のですね紅葉シーズンとかはもう、この榛名山のウェディング写真ってめちゃくちゃいい感じで撮れるんじゃないかなと思ってます。なのでぜひね、ご興味あられる方、いらっしゃいましたらですね、ぜひね、撮影プランの方どうぞどうぞ、首を長くお待ちください。あのね、かなりいい感じに撮らせていただきたいなと思います。まだ、前回ですね、榛名山で撮らせていただいた写真なんかは、インスタグラムとかでもアップしてますので、よかったらね、榛名山の、ウェディングフォト、ご興味ある方、あとぜひね、お待ちください。どうぞ楽しみで、ね、お待ちください。ではね、皆さん、良いフォトライフをお過ごしください。本田圭太撮影事務所の本田圭太でした。じゃあね、バイバーイ。